城社長倒産問題について青汁王子が見解を示しました明らかにおかしい経営に失敗した社長が株主に責任を押し付けてる救ってくれないから悪いみたいになってるけど子供が受験に失敗して親を責めてるみたい株主が株をいくらで買い取ろうが自由だし林さんは何も悪くない炎上した弱みにつけ込んで卑劣すぎ というもの。まず、今回の件は、最初に乗車長の経営落下が問題としてあります。これの責任は100%セン乗車長で林さんは悪くないという意見だとみられます。これに乗車長は？社長にもっと動いてほしかったっですね。あ、もちろん、そうです。でと思っているそうです。しかし、青汁王子の言うように。 株主は口出す権利はあっても助言する義務はないのです。林さんに資金が足りなく倒産するかもしれないと相談したときに、林さん、あのおっしゃったことを覚えます。覚えてますでしょうか。相談した際に、まあ倒産してエーバーに事業をよこせばいいじゃんって、あのおっしゃったの覚えてますかと言われたそうですが、これもコメント欄では。 黒字事業だけ自社に吸収するのは経営者としては当たり前と言われています次にその後に金融業者、まあ、動画で紹介したとおっしゃってましたけども実は金利12%もありますし。というものについては金利12%は潰れそうな会社への貸し付けなら妥当といった意見もあります。 逆に、乗社長の落ち度として、保証金という名目で、林さんからお金を借りようとした。というものと、倒産後、FC オーナーを無視して雲隠れしたという情報もあります。これに関しては、乗社長の落ち度と言われても仕方がないですが、どの情報が本当かもわからない状況なので、現段階では言及できません。以上 ご視聴ありがとうございました。